変な漢字。漢字がない言葉を一字で表す創作漢字。作った漢字をクイズで当てる難読漢字。新しい漢字を作り、みんなで当て合うゲーム。山札から1人1枚ずつお題カードを引きます。他の人に見られないようにお題を確認。一番上の山札と同じ漢数字の言葉がその人のお題です。自分のホワイトボードにお題の言葉を漢字一字で書きます。漢字の一部を組み合わせたり、イメージや形で表したり、表現は自由。全員が順番に創作漢字を発表。他の人はその漢字を見てお題の言葉を当てます。その漢字への回答は1人1回。正解したら発表した人と正解した人が1点ずつもらえます。全員の発表後に説明や感想を言い合い、いい感じの漢字を検討します。一番いい漢字と思った漢字に一斉に投票。一番票の多かった人はさらに2点もらえます。これを3回繰り返したらゲーム終了。一番得点の多い人が勝ち。お題は全部で270題。キャラクター名、チェーン店名などテーマから自由にお題を決める特殊カードで遊びの幅アップ。自由な発想でまだ誰も見たことのないユニークな漢字を生み出せ。創作と難読で2度楽しい漢字ゲーム、オンラインでも。